フィールズダイナマイト勇気の力2010の記者会見を始めさせていただきます。早速ですがドリームイベントプロデューサー笹原圭一が登壇します。はい、本日は急なご案内にもかかわらず、フィールズダイナマイト勇気の力2010記者会見ご覧いただきましてありがとうございます。追加のカードを、本日発表させていただきます。ちょっとカード発表の前に一つだけ皆様にご案内をさせていただきます。すでに、発表させていただいておりますが、本大会、TBS 系列全国ネットにて、ゴールデンタイムで放送いたします。合わせて、スカパーさんの方でもペーパービュー完全中継、完全中継ですねという形で、放送いたします。後ほど、資料をお配りいたしますが、そちらのご案内も合わせて、お願いいたします。TBS さんとスカパーさんの方での放送となります。はい、で、今日カードを、発表させていただきます。今日発表させていただくのは1カード1カードですね。ドリーム、ウェルター級のワンマッチ、ウェルター級なんですが、77キロの、キャッチウェイトで、この試合を行います。5分3ラウンドの、それ以外はドリームルール、ドリームのウェルター級ワンマッチです。発表します。アンディ・オロゴン対、古木克明、アンディ・オロゴン対、古木克明、このカードを本日発表させていただきます。ちょっと簡単にこのカード決まった経緯を、ご説明をさせていただきます。古木選手に関しては皆様ご存知だと思うんですが、プロ野球の世界で10年間、頑張ってきて、で引退後、総合格闘技の世界に身を転じることを発表し、今年はですね、エキシビジョンなんですが、長男選手、あと庄司選手ですね、エキシビジョンを2試合行って、大晦日に出陣したいという意向は発言されてたんですが、今日改めて出陣、デビュー戦ですね、することが決まったということです。過去にですね、元プロ野球選手、メジャーリーガーだとかですね、この総合の世界に入ってきた選手はたくさんいたのですが、古木選手に関して言うと、いわゆるそのスポットで1試合だけ総合に挑戦しますっていうようなレベルの話ではないです。この世界で本当に生きていくと、この世界で、名を成し、本当に最強の男と呼ばれるようなそういう存在になりたいっていう決意を持ってこの世界に身を転じてきている選手ですので、デビュー戦ではありますが、その決意を見せてくれるようなそういう気持ちの伝わる試合をしてもらいたいなというふうに思ってます。で、対するアンディ・オロゴン選手なんですが、約2年ぶりの試合になるんですが、彼もデビュー戦はですね、いわゆる色物的な好扱いをされてたと思うんですけれど、そのデビュー戦で本当に身体能力を生かしたですね、試合を演じてみせて、初の、その時は K-1 だったんですけれど、判定までもつれ込むようなそういう試合を見せてくれました。ですので、今度は立場変わって逆にデビュー戦である古木選手を迎え撃つと、そういう図式になると思うんですが、久しぶりの試合なんですけれど、格闘技の厳しさや難しさを知っている選手だと思いますので、そのあたりをですね、アンディ選手が身をもって見せてもらえればというふうに期待しています。はい、私からは、はい、以上です。ありがとうございます。それでは早速対戦が決まりました選手をお二人に登場していただきます。まず最初に古木克明選手の登場です。登場です。
ね、対戦が決まりましたお二人から一言ずつ頂戴したいと思います。今回、ダイナマイトという素晴らしい舞台で自分のデビュー戦を、させていただくことに関しまして本当に感謝しております。このカード、組んでいただくにあたって、ご尽力いただいた関係者皆様に、本当に感謝しています。ありがとうございます。続きましてアンディ・オロゴン選手お願いいたします。今言おうとしたことを先に言われたのでちょっと今考え中でして、ビサビサの試合なので、またダイナマイトに帰ってくれることがなんか自分にとってなんかその、多少は不安はあるんですけれども、不安というよりそのリングに戻れることが一番楽しみにしているので、堂々とそのいい試合、そして格闘技の世界は甘くないというのを見せつけたいなと思っています。ありがとうございます。それではここで記者の皆様からのご質問をお受けしたいと思います。GBL の熊久保です。古木選手をお聞きしたんですけども、この大晦日というタイミングでそのデビュー戦が決まったことについて、どう思いますか。その早すぎるとか遅かったとか。10月に、ディープさんの方でエキシビジョンをやらさせていただいたんですけど、その時に本当は、デビュー戦をする予定だったんですが、自分が骨折してしまい、そのチャンスを逃してしまったんですけど、本当にありがたいことにエキシビジョンをやらさせていただいて、本当に感謝しているのと、そこでやっぱりそこに合わせていたので、まずはようやくデビューできるようなダイナマイト、しかも本当にさっき言ったように素晴らしい最高の舞台でデビューができる、ようやくデビューができるということに感謝しています。アンディ選手をお聞きしたんですけども、ずいぶん試合までの間隔が空いてしまいましたけど、これまでは 何をされてたというか、あと練習の調整具合はどうですか。いや、先で言ったようにちょっと不安はあるんですけれども、ただしリングに戻れる喜びが大きいんで、そこで力にしてなんか頑張りたいなという気持ちだけ。トレーニングはずっと続けられてたんですか。どれぐらいですか。トレーニングはずっと続けられてたんですか。いや、ずっとアフリカに帰ってて、アタケや牛を育てましたなんでトレーニング最近また復帰しました。古木選手、そのデビュー戦で言うとで、はい、どういう試合をファンに見せたいと思ってますか。僕はやっぱり今きっと野球人古木克明っていうイメージがあると思いますが、もうリングに立つ以上、会場に来ていただいたファンの皆様、そしてお茶の間の皆様、そして野球ファンの皆様、この人たちに、ここに古木克明がある、格闘家古木克明になったっていうところをともかく見せて、アピール付けれれば。つけたいなと思います。デイリースポーツの藤沢です。古木選手に伺いますけれど、アンディ・オロゴン選手には、どんな印象を持たれているでしょうか。やはり打撃も素晴らしいし、バネのあって本当に僕はテレビでしか見たことないですけど、なんて言えばいいですかね、いい選手だと思ってます。アンディ選手は、もちろん試合はまだ映像は見れないわけですけれども、はい、古木選手にはどんな印象を持ってますか。いや、野球選手というのしか聞いてないの でやっぱりなんか自分ももともとちっちゃい時サッカーやってて、でその
サッカーただやっててトップでもなかったのに、で他のスポーツやってトップになってる選手は多分何やってもできると思うんで、そして多分その練習でだったりとか、自分もその練習して半年でデビューできたので、なので多分その古木さんもその多分一般の人よりはその体に染み込むのは嫌いと思うんで、まあ舐めちゃいけないというイメージはもちろん、イメージというかその舐めちゃいけないというのはもちろんあると思います。そして彼がもともとそのプロ野球、そのプロの世界でやってたので、多分その自身、彼自身がそのいいものを見せるというのがないと多分ダイナマイトに出るというのは OK しないので、多分本人自身もなんか勝てるという自信がなければ多分 OK はしてくれないと思うので、そこに自分も、まあ、その格闘技の先輩として負けちゃいけないので、まあはっきり言って、まあ、僕自身ももう1秒で毎役勝ちに行きたいと思います。それぞれ理想とするこの試合の勝ち方を教えてください。古木選手からいかがでしょうか。はい、ともかく僕はもう今まで練習してきたことを、打撃に関しても寝技に関してもともかくどういう勝ち方とか全然分かんないですけど、ともかくこの1年間やってきたことを全て出すつもりで戦っていくつもりです。アンディ・オロゴン選手いかがでしょうか。一本で決めたいと思います。あとちょっとアンディ選手、さっきちょっとうまく聞き取れなかったんですけれど、アフリカに帰っていたのっていうのはいつぐらいからいつぐらいまでですか。ほとんど2009年日本にいなかったですね。でちょうど牛が生まれたりとかしてて、それ面倒見てました。アフリカで1年間ぐらい。日本に帰ってきて練習を再開したのっていつ頃ですか。まあ、6月ですかね。まあ、それもなんかこう練習を再開したというか、鏡で自分の体を見て、うわしょぼいなって言って、まあ鍛えろかっていうぐらい、はい、なのでその音楽的に練習復帰したのは本当に10月とかですかね、はい、ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。 TBS の初田と申します。古木選手に質問ですけれども、改めてですね、プロ野球の世界からリングの上で勝負していこうというふうになぜ思ったのかということを聞かせてください。そうですね、まあ、プロ野球選手の時にやっぱ自分の思ってた成績が残せず、引退をしてしまい、野球に望みを託しましたけど、まあ、そのどこからもオファーがかからず、まあ、たまたまかかったのが、スマッシュっていう団体の酒井社長含め庄司さんの、庄司さんだったんですね。それで、まあ、自分自身にまだ体も動くし後悔をして野球をやめたわけではないですけど、元気なうちにやりたいことをもう少しやりたいっていうのもあり、もう一度自分に花を咲かせたい、そう思い、リングっていうか格闘技の世界に入ることを決意しました。それから横浜の村田選手とか、それからレッドソックスの松坂投手とか、同い年のプロ野球選手たちに対してどんなところを見てほしいかと。そうですね、どうなんですかね、もうありのままを、ありのままを見てください。はい。よろしいでしょうか。ありがとうございます。他にご質問はよろしいでしょうか。
日刊スポーツ森本と申します。古木選手に質問なんですけれども、その村田選手ですとか、そのあのプロ野球時代 の, あの、まあ、知人知り合い、チームメイトが例えばセコンドについてくれたりとか応援団になってくれたりとか、そういう予定っていうのはあるんでしょうか？ついてもらえたら嬉しいですね。けどちょっとまだあの本人には確認してないんで、はい、これからちょっと聞いてみたいっていうところありますか？はい、そうですね。例えばじゃあどの選手に声をかけてみたいですか？まあ、選手もそうなんですけど、僕すごい俳優の高岡壮亮っていう、こう高岡壮亮とすごいプロ野球の時から仲良くて、もうすごい長い友なんで、もうぜひ、もう何て言うんですか、去年ぐらいからもし代打まで出るんだったらついてくれれば嬉しいなっていう話をしてて、なのでついてくれれば嬉しいなと思い声をかけてみます。はい、あとですね、この1年間、練習を積んできて、自分はどういうファイターっていうか、どういうところが得意で、どういうところが、持ち味になりそうだなっていう、自分なりのそういう感覚っていうのはありますか？やっぱりあの1年間、まあ、なんていうんですか、失礼な話かもしれないですけど、1年間でできることって言ったら、どうなんですかね、そこまで成長はできないじゃないですか。けどやっぱり最初は立ちから始まるんで、そこを重視してやらさせていただきました。なのでそこをアピールしていきたいなと思ってます。どっちかというとじゃあ、ね、技とかよりも打撃の方が自分ではかなり練習を積んできたということですか？そうですね、はい。あと野球時代になんか培った技術とかでなんか総合格闘技にも活かせてるなって思うものって何かありますか？どうなんですかね、あるとは思うんですけどあまり気づいてないかもしれないです。